それでは続きましての登場は高杉悦子さんでございます。いつももう本当にお世話になっている、奥様でございます。もう今日は素晴らしいお着物で来ていただきましてありがとうございます。どうです、今日緊張してますか？すごく緊張してます。そう言わずに人という字を何回も、はい、パクリとお口に入れて歌っていただければと思います。今日は何を歌っていただきましょう？冬物語です。はい、私の歌ですね、冬物語を歌っていただきます。高杉悦子さんです。